はい。今日はヒゲ面ですが、よろしくお願いします。ってことで、スタンフォードのストレスを力に変える教科書。ってことで、突然ですが、質問です。あなたはストレスってね、体にいいと思いますかそれとも悪いと思いますかで、この質問に対する答えがですね、まあ、あなたの人生を変えるんですよね。で、多くの人がね、ストレスは体に悪い、もしくはストレスは体にいいものと悪いものがあるっていうようなね、 感じたまにはストレスも体にいいかもっていう感じの認識だと思うんですけど実はストレスが体にいいというか役に立つ人生に役に立つと思っていればストレスが健康にとってプラスに働くっていう話があるんですよねこれねスタンフォード大学で健康心理学を教えている女子ケリー・マクオン・ニガルさんのねスタンフォードのストレスを地下に変える教科書っていうのに書いてあったんですけどいや本当面白いですよね思い込みというかその マインドセットですね。心がけというか、自分がどう思ってるかで現実が変わるよっていう話で、まあ、この本の中でね、本当に一番印象に残ったのが、このマインドセットが重要っていう部分なんですね。これもうね、千二さんっていうね、まあ、日本のコピーライティング業界をね、牽引してきた人が14年以上前からですね、言ってることなんですよね。もうマインドセットがすべてだよ。マインドセットがすべてだよ。マインドセットなんだよーってね。 ってわけけななんんですけどなんというかそうだなあって思ってたわけなんですけどいやまだまだ認識が甘かったっていうことをね猛反中です猛反じゃないですよ猛烈に反省してるってことですよそうでねこの本で紹介されてる事例はストレスは体にいいよ人生に役に立つよっていう事例なんですよねそういうふうに思ってる人は 強くストレスとかプレッシャーとかねもう仕事が大変とかっていうのがかかっていてもそれが逆にね体を良くしてしまうっていう話が紹介されておりまして、まあ、ストレスが、まあ、たまに体にいいとかストレスは悪いものじゃないとかそういうレベルじゃなくてマジで役に立つもう体にいいっていう思い込みが重要だっていうことが解かれているんですよねでなぜこの思い込みカッコマインドセットがね重要なのかっていう話なんですよ これなぜかっていうと別にね考え方が大事で考え方が思考が波動になってそして素粒子が影響素粒子に影響を及ぼしどうのこうのっていう話もあるのかもしれないですけど、まあ、そうじゃなくてこのマインドセットによって取る行動が変わるからだそうなんですねでストレスが体に悪いと思っている人っていうのはストレスが来た時にですねストレスの原因を向き合おうとしないそしてストレスの原因に対処せず紛,紛らわせてしまうお酒に逃げたりだとかマイクに逃げたりだとかね 他にもスト,レス,をあ、ね、ストレスを紛らわせるためにお酒などに逃げるストレスの原因となっている役割や目標に対して努力したり意識を向けるのをやめてしまう本書の、ね、56ページにそういうふうに書かれてるんですけど逆にストレスが役に立つと思ってる人はどんな感じかっていうと、うん、強いストレスを感じる出来事を受け止めストレスを、ね、感じる 英語を受け止めて、現実として認識するで。ストレスの原因に対して対処する方法を考える。情報やサポート、アドバイスを求める。ストレスの原因を克服するか変化する対策を講じる。っていう感じの行動を取るそうで、本当にストレスが役に立ってしまう。その結果ね、体にも体が良くなったりだとかあるわけなんですけども、まあ、他にもね、困難な状況をポジティブに考え、成長する機会を捉らることで、その状況において最善を尽くす。っていう行動もね、 ストレスは人生の役に立つっていう思い込みから発生する行動らしいんですけどちなみに ENFP な私はですねこれを天然にやってしまうのでちょっとネガティブな方に意識を向けておかないとそしてね感情とかモラルとか価値観っていうねちょっとその、うん、そういうふうなものに意識を向けてブレーキで一呼吸を置いた方がうまくいくっていう感じはありますけどねだから僕は ちょっとその逆にネガティブな方にフォーカスしてるんですけどちょっと話はそれましたけども要するにストレスが役に立つと思っていると行動が変わるから結局ストレスによって体を壊さないって感じのお話ですねでこれはもちろん他のマインドセットにも言えることですねマーケティングのマインドセットコピーライティングのマインドセットいろんなマインドセットっていうのがあるわけですけどこの考え方が行動を生むですよ だから、この思い込みによって行動が変わって、その結果、成果もかなり変化する。だからこそ、この正しい思い込みが大事なわけです。でね、もう一つ、この思い込みの素晴らしいところっていうのは何かっていうところ、変わってしまえば、頑張らなくていいっていうことなんですね。僕自身、アルコール依存症なんですよ。アルコールを一応飲み出すと、本当にね、3日ぐらい倒れるぐらいまで飲んでしまう。 でまあ、当時はですね10回飲めば8回は記憶がなくなってるっていうところまでまあアルコールに依存してたっていう状況がありましてですねでその時ですねアレンカーさんのこれどっかで話したと思うんですけど禁酒セラピーという本を読みまして今の僕の認識で言うとあのアルコールっていうのは灯油みたいなものなんですねであなたはガソリンとか灯油飲みたいと思いますか思わないですよねだから我慢しなくていいわけですよ僕にとってあのアルコールっていうのもそういうふうな化学薬品であり なんかもう何で飲むんだろうっていう感じの「果てな印」っていう感じの人間の飲むもんじゃないよねっていう感じのイメージの認識になっているので本当に頑張らなくていいんですね。意師の力で頑張ってアルコールやめてるとか全然ないんですね。飲みたくないんですね、うん、でこの思い込みっていうのは一瞬で変換することは可能ですよね。うん、でもちろんね一瞬で変換するものとか変化しないものいろいろあるわけなんですけど、まあ、とにかくこの思い込みを変えるっていうのはこれはね 我慢しなくていいわけですから、これは利用しない手はないねっていう話ですよ。いやー、松井さん、そうはいっても思い込みを変えるの難しいしよっていうね、そういうふうな言いたくなる人いると思います。確かにそう,う感じもよくわかりますが、まあ、この本の実験によるとね、ほんほんのちょっとの介入で変化させることもできる。で具体的にどんな介入をすればいいのか、まあ、それは本書に譲るとして、まあ、本格的にどうやってこの思い込みを変えていくのかとか、思い込みのメカニズムとか、まあ、 なぜ思い込みを変えるのは簡単なのかもしくは思い込みを変えるのは難しいと感じるのか、うん、難しい思い込みを変えるのはどうしたらいいのかとかねそういうふうないろんなこの思い込み信念というものに関してはですね X ブッダー次世代の教育者の中で詳しく公開されています教育っていうのはこの信念を変えていくっていう作業ですのでこの X ブッダを見ればですねあの そそういいった自自分分のの思い込みをを変えてててて楽にに望む現実を引き寄せて手に入れてそしてうわうできる <laughs> よく分かんないですけどそんな感じになるので今だけね無料で来ますセミナーが配布されてるらしいので内容をちょっと味見してみてほしいなって思いますそれね。URL はこの下に貼ってるのでチェッキングチェッキングお願いしたいと思いますね。でこれを使えば本当に自由にね思い込みを変更していくことが可能になる。 これすごくすごく便利ですね、本当に。しかも思い込みを変えると、こう頑張らなくても行動できるので、人生をどんどん望む方向に持っていけるってわけだから、それをね、無料で手に入れる。これラッキーだと思うんで、ぜひチェックしてみてください。はい。ということでね、売り込みが終わったとこで、このストレスは役に立つ。うん、この信念は本当にね、重要ですし、あの役に立ちますよね、うん。そう思うのに1円もいらないし、うんあの 楽だと思います。で僕自身この本とあと「医師の力の家具」ですね「スタンフォード自分を変える授業」この2冊本当にすごくおすすめです全部読まなくても気になったところをね、つまみ読みして、えーまあ、その内容を実践するだけでも相当役に立ちますで、えー、僕が思うに身になる本の読み方っていうのはその本の中からね1つから3つぐらいでいいんでやるべきことを見つけてやるこれが一番いい気がしますね実際に仙、えー、人さんもセミナーに出たらですね内容と同時にアクションプランノートを取ってくださいとかね 言いまミサイクス時代のどっかのブログの記事でね、えー、本を読んだらそのうち一つだけをやる、それを繰り返すことで成功できるよみたいな趣旨のことをおっしゃってました。本当にね、あのマインドが変わって、行動が変わってその、それが継続されればそれが習慣になって、結果が変わってきます。もう本当に結果を変えるのは習慣だけなので、ただこの習慣を変えるのが難しい。なぜなら習慣でのマインドセットが来てるから、だからマインドセット変えようね。わかりますかねすごく 簡単なロジックですよね。で昔は僕自身ねこうフォーカス読みというか同じ本を何度も何度も読むっていう感じの読書スタイルでしたが今ではもう多読とアクションですね。でコアな軸は仙人さんのプログラムっていうかねそういう学習システムで落ち着いてます。学習スタイルもねまたちょっと変化させていかないといけないかいけないかなってちょっと考えてるんですけどやっぱり実践、実践、そして現場ですね。 実際にマーケティングの会社で働くとかコピーを出して反応を見ていくやっぱこれが一番現実的なフィードバックがもらえて進化できますはいということで、まあ、結局本読んでやらなかったらねこの現実感のフィードバックがないだからうまくいかないってことになっちゃうんですよね本を読むまとめるっていうねそう,うインプットと行動するそして教えるっていうねアウトプットのこのバランスが大事ですほいということで この本から学んだことは、ストレスは役に立つ、ストレスは力を与えてくれる、ストレスは成長させてくれるってことで、まあ、これを心がけて思い込んでですね、マインドセットして、どんどん自分の嫌なこととか恐怖とね、向き合っていきたいなって、そんな風に思います。まあ、具体的にね、ストレスと向き合う方法、プレッシャーを力に変える方法は、本書を読み込んでみてください。それじゃあ、また次回の動画で会いましょう。バイチャー